皆さんこんにちは。今日は、IKEA に行ってきたので IKEA の購入品をご紹介したいと思います。先々週ぐらいにIKEA に行ってたんですけれども、胃腸炎になってしまって、先週ぐらいずっと撮影ができない状態だったので、ちょっと遅くなってしまいましたが、ご紹介していきたいと思います。まず一つ目がこちらのトレイですね。お盆になります。最近の北欧柄っぽいやつを使ってたんですけど、なんか落とすと割れてしまうんですよね。でこちらがとりあえず割れなさそうだったので、グレーっぽい感じですけど買ってみました。ちょっとなんか食堂感が食堂っぽいとりあえずって感じですかね。お気に入りが見つかるまでのつなぎとして買ってみました。またキッチンツールなんですけど、この竹のなんていうのかな、炒めるやつです。はい、これって結構便利ですよね。なんかこう楽っていうか、炒めたりするのが。それで前使ってた、もう10年以上使う、一人暮らしの時から使ってたやつがこの間割れてしまったので、ついにで買ってきました。やっぱね、この竹、木のこの炒めるやつだとフライパンとか鍋も傷つかないし、なんかいろんな素材とかテフロンとかも気にしなくていいので、やっぱり便利かなと思って買ってきました。次がちょっともう使っちゃったんですけど、こちらのほうきとちりとりのミニのセットで、こちらが99円です。ちょっと細かいところの掃除がすごい気になることがあって、でちょっと掃除機をかけてもこう届かなかったりとかするところとか、いいってなるので、こういうのを100均で買おうと思ってたんですけど、100均に行ったら行ったで、その時忘れてて、あっっていうのが何回もあって、で IKEA に行ったら100円以下であったので、これはラッキーと思って買ってみました。こちらのビスバス LED のライトチェーンです。電池式のやつで 3.9m あるって書いてるんですけど、こういうライトチェーンで、ちょっと瓶の中に入れて光らせたりとか、なんかちょっと考えて使おうかなと思って買ってきました。ちょっとまだ開けてなくて、ちょっとどこに使おうか考え中なんですけど、こちらが40球で799円の分になります。ちなみに80球だと999円だったんですけど、ちょっと迷ってとりあえず40球の方にしてみました。開けてみると、あ、電池で、このなんか針金みたいなところに電球が、一応 LED の電球が40球ついてます。これは今からちょっとどこにつけるかちょっと考えたいと思ってます。こちらの膝掛けですかね、オドルンっていう膝掛けで、130×170cm ですの白で、こちらは綿 100% になります。で値段が、1499円でした。こちらのソファーの、ここの犬が乗っちゃう部分のこの布なんですけれども、これ実は掛け布団カバーなんですよね、無印ので、ちょっと猫が穴を開けちゃって使わなくなった掛け布団カバーを使ってたんですけども、こちらに変えようかなと思って買ってみました。やっぱりね、河川だと毛玉とかができちゃったり、毛羽だったりするので、綿100を探していたところ、ちょうどお安くあったので使ってみようかなと思いました。はい、そうしましたら次が
ちらのカゴですね。こちらがバスケット。なんかね、今スウェーデン語とか読めないのでフラディスっていう。こうやったらなんかちょっと旅館のカゴかなんか農家のカゴみたいなんですけど、これをこうするとこんな感じのカゴになって、この形で置こうかなと思ってます。あのリビングに膝掛けとかごまごましたものをここに入れといてもいいかなと思ったんですけれども、ちょっと玄関に犬の散歩グッズがちょっと収納しきれなくて、そこに使ってもいいかなって思って買ってみました。こちらが1299円で、結構なんか売れてるっぽくってすっごい積み上がってたましたね。でこれでまたちょっとこまごましたものを整理したいと思います。次がこちらのルッテっていう羊の羊毛のムートンです。これやっと買えたんですよ。毎年欲しいなって冬になると思ってて、いつもね行くタイミングがなくて、結局買わずにし、その冬のシーズン買わずにっていう感じでもう何年も経っちゃったんですけど、今年ようやく買いました。こちらですね、すっごいあったかくてソファーにかけといたらインテリアにもなるし、ね、すっごいあったかいし、あの冬こたつ出すんですけれども、そのお尻が寒いなとか思う時とか、あとダイニングチェアとかに座ってる時にちょっと寒いなと思う時にちょっとお尻に引いたり、ソファーでくつろぐ時に使用しようかなと思って買いました。うちの犬もこの上でも寝てましたね、埋もれて。あの毛の色が白だからちょっとあの同化して寝てましたね。やっと買えたんで嬉しいです。旦那さんも気に入ってましたね。そうしましたら最後なんですけれども、こちらの踏み台ステップツールですね。こちらがですね、組み立て式だったんですけれども、1499円で購入しました。こちらはウォークインクローゼットの上の部分届かないので、そこ2階の寝室のそこに置いとこうと思って購入しました。で猫もそのウォークインクローゼットの天袋の部分にすごい乗りたがって、で乗るときは空気清浄機の上に乗ってから人間の肩に乗ってピョンって上がるんですよ。だから人がいるときにピョンって上がるんですけど、空気清浄機もモードが変わってたり倒れちゃったりとか、そして私たち の, あの服もその爪で傷がいったりするので、これを一台置いとけば勝手に ここを踏み台にして乗るかなと思ったので買いました。ですごい安かった、思ったよりすごい安くて、まあ、普通のただの木っていうか、すごい木の匂いが、すごいめちゃくちゃ木の匂いがするんですけど、すごい安くて、まあ自分で組み立てないといけないですけど、すごい安くて良かったです。これ1台あったら私も上のものの出し入れとか、こたつ布団とか毛布とかいろいろ置いてるんですけど、そういうのもしやすくなるし、これは買って良かったかなと思います。
玄関にこの犬のグッズ、すぐ散歩とか出かけられるようにグッズを置いてるんですけれども、ちょっと丸みなのが気になっていたので、ここを買ったカゴで整理しようと思います。このカゴは穴も開いてたし、ちょっといらない関係ないものも入ってたので、こちらが捨てようと思います。こっちの方がまだマシかな。散歩のカゴも入るかな。これが散歩のバッグ。こんな感じかね。なんとか。はい、いかがでしたでしょうか。なんとなくちょっとだけ家がすっきりしたような気がします。寒くなってきたので、皆さんも風邪をひいたりしないように気をつけて風邪をひいたりしないように気をつけてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ